楽しくってためになる TRA チャンネル。皆さんこんにちは。タロットリーダー協会の直子こと山本直子です。今日もご覧いただきありがとうございます。今日のテーマはあなたのコミュ力診断します。タロットと水について。以前私はタロットと火をテーマに、燃えろいい女を熱唱しながら吉田の火祭りの風景をお届けしたことがあります。今回はタロットと水にフィーチャーしつつ、あなたのコミュニケーション能力、あなたのコミュ力を診断していきたいと思います。背景に見えているのは沖縄の美しい海です。誰もいない海、二人の愛を確かめたくて。おっと、これは海というよりも昔沖縄が生んだスターの南沙織さんが歌った、そしてその後森高千里さんが歌った17歳でした。失礼しました。さて、水は火と同様タロットには欠かせないものです。なぜならタロットには大アルカナと小アルカナがあって、小アルカナは4つのスートに分かれています。トランプで言えばクローバー、スペード、ハート、ダイヤモンドのようなもの。なぜ4種類なのかというと、火、風、水、地の4大元素がタロットの4つのスートを司っているからです。4つのスートのうち水の要素にあたるのはライダータロットとボイジャータロットではカップ、そしてインナーチャイルドカードでは翼を持つハートです。そしてお正前タロットではまさに水というスートがあります。ここでは各タロットの水のエレメントにあたるスートのエースを並べてみました。水のエレメントの持つ意味は、水のエレメントに関するスートはカップになみなみと注がれる液体で、それは人の感情を表します。喜びであるとか怒り、悲しみ、そして愛情など、それらの感情で心が潤っている状態。そのため水のスートは恋愛や人間関係、家族関係における心の通い合い、つまりコミュニケーションを表すのです。人を受け入れる受容力もとても高いという特徴があります。その方の生まれ星座で表すと、蟹座、サソリ座、魚座の方たちがこの水の特徴を多く持った人たちということになります。感情豊かで心優しく共感力が高いタイプです。ただ時として優柔不断に陥ったり、くよくよしたり、嫉妬に駆られてしまったりという面も見られるので、そんな時には要注意ですよ。それでは代表としてお正前タロットの水のスートのカードを全部揃えてみました。1から10までの数札とページ、ナイト、クイーン、キングのコートカード4枚、計14枚あります。ではここからは皆さんへの3択になります。インナーチャイルドカードの翼を持つハートのスートとお正前タロットの水のスートから各3枚ずつ選びました。インナーチャイルドカードの方はフェイスアップといって、
絵柄を表にして置いてあります。お正前タロットはフェイスダウンといって伏せて置いてあります。皆さんは A、B、C のどれか気になるカードの組み合わせを選んでくださいね。それがあなたのコミュニケーションの取り方の特徴ということになります。それでは Thinking Time。よろしいでしょうか。それではここからは A を選んだ方、インナーチャイルドカードではハートの5、自分を取り戻す。お正前タロットでは水の10、ハーモニーです。コミュニケーションを取ることに対して何か苦手意識を持っていたりはしませんか？コミュニケーションが上手、コミュニケーションが下手、その差ってどこにあるのでしょう。もしかしたらそれは思い込みなのではないですか。もしあなたが他の人の心をおもんばかったり、また心情を読んだりすることで自分の本当の気持ちをなかなか伝えられないのだとしたら、それはあなたの優しさから来るものです。常に受け身のコミュニケーションスタイルだけではなくて、時には自分の気持ちや意思をしっかりと伝えてみましょう。そうするためにはまずは柔らかい心で自分自身を受け入れてあげてくださいね。はい、それでは B を選んだ方、インナーチャイルドカードではハートのガーディアン、大天使ガブリエルです。愛の力で人を癒す。それからお正前タロットでは水のナイトで信頼です。ガブリエルはラッパを加えています。この音は世界中に響き渡ります。つまりあなたはそれだけ影響力を持っているということです。もっともっといろいろな思いを発信してみましょう。あなたの発言やあなたの発信を待っている人はたくさんいるはずです。なんで私が、私なんてと思っている方、トラストのカードをよく見てください。紐がないのにバンジージャンプをしているところです。そのくらい絶対的な自信を持って自己信頼すればいいのです。時には思い切ってスリルを味わうことも人生の醍醐味ですよ。はい、それでは C を選んだ方、インナーチャイルドカードではハートの7、瞑想。お正前タロットでは水の4、内側に向かうです。あなたはもしかして人との交流に疲れて心が悲鳴を上げたりしてはいませんか。繊細なあなたは気配りをしすぎて疲弊しているのかもしれません。だから今しばらくは自分と語らうことに主眼を置いてみましょう。自分のハートからのメッセージを大事に受け取ってください。外側よりも内側に目を向けて、そして心を開いて、自分の気持ちを置き去りにしていては何も始まりません。まずは一人の時間を大切にしてハートを休めて自己愛を復活させてからです。はい、いかがでしたか。インナーチャイルドカードとお正前タロットを組み合わせてみましたが、 ABC それぞれの組で似た意味のカードが揃ったのが面白いなと思いました。では最後に水の映像をもう一つ。昨年12月、長野の戸隠神社に行った時の映像をお届けしましょう。こちらは真冬の風景です。地元の方も驚くほどの大雪に見舞われていた戸隠。でも戸隠神社の滝は
雪景色の中でいてつくことなく流れ続けていたのでした。その風景と水の音があまりにも凛として美しかったので動画に撮ってみました。どうぞしばらくご覧ください。TRA では各種タロット講座を開催しております。詳細は概要欄からどうぞ。よろしければチャンネル登録もお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。今日の担当は山本直子でした。それでは次回まで、ごきげんよう。